呪いの人形。呪いの藁人形をご存知ですか？それに関する話です。私は仕事柄転勤の多く各地を転々としていました。時にはアパート、時には賃貸。私が山口の萩というところに転勤になった時の話です。安く家を貸してもらえるというので、しばらくの間家を借りることになりました。ただ問題だったのが、かなりの山奥で大きい家なのですが、かなり古いものだということでした。住み始めてから1ヶ月間が経とうとするある日、私の娘が庭で妙な箱を見つけてきました。家の中も庭も家に住み始めてから最初の連休の時くまなく見て回ったはずでしたが、庭に箱などはありませんでした。そう思ったのは、何よりその箱が特徴がある箱で、見てわかりそうな目立つものだったからです。私には霊感はほとんどないのですが、その箱が異常に不吉な感じがしていました。この時、私の選択が正しければ恐怖を体験しなかったと思います。私はこの不吉な箱を燃やしてしまったのです。ただ一般的な考えからは、必要ないものは燃やすか捨てるか、そういう選択しかなかったのです。その当時は。数日して悲惨なことが起こりました。私の友人の一人が車で事故を起こしました。車は炎上。友人が運ばれた時は全身やけどで、すでに息がなかったということでした。その数日後、またも私の友人が家で焚き火をしている際、火が服に燃え移り、右腕と右側を半分を火傷する大怪我を負いました。病院に入院した友人に会い、事情を聞きました。友人の話では、事故が起きる数日前、体が焼かれる夢を見た、とのことでした。私は迷信など信じない性格でしたが、この時ひょっとしたら、と思いました。それから家に帰り、すぐ庭を調べました。ゴミを焼却するゴミ穴を調べました。あの箱は焼け残っていました。箱を調べようと手を伸ばしたとき、ものすごい寒気を体が襲ったのを覚えています。箱の中からは人形が出てきました。全部で3体。そのうち1体は丸焦げ、1体は半分が焼けた状態でした。一体は全く焼けていません。人形はごく普通の日本人形で、着物を着た女の人形です。焦げかけた人形を手に取ったとき、焦げた人形の和服がボロボロと落ちました。その人形の裏を見たとき、恐怖のあまり腰を抜かしてしまいました。そこには友人の名前が書いてあるのです。黒焦げの人形の方は名前が見えませんでしたが、大体わかりました。焼けなかった人形に私の名前が書いてあったからです。何もかも不思議でした。誰がなぜこんなことを。私と友人もこれといって共通点はありません。他にも友人はいるのですから。誰かに恨まれる覚えもありません。なぜこの家にそんなものがあるのか。家に私を恨んでいた誰かが住んでいたのか。私の知っている人間で山口に住む人間はいません。何もかもが不思議でした。私はそれからすぐその家を出ました。あの人形は寺に預けました。寺の人の言葉が今でも心に残っています。供養しようと思った。でも供養できるものではない。この人形についた怨念は人間のものではない。呪いの人形。マネキン。私には霊感はありません。幽霊の姿を見たこともありませんし、声を聞いたこともありません。ですが、中学生の時に一度だけとても怖い体験をしました。中学2年生の時に交通事故で父を亡くし、
母の実家へ引っ越すことになりました。祖父もずっと昔に亡くなっていたので、祖母、母、私の3人だけの暮らしになりました。父が死んだショックと新しい環境で不安もありましたが、クラスメートは温かく出迎えてくれました。その中でもエスコは特に仲良くしてくれました。学校では教科書を見せてくれたり、校内を案内してくれたり、放課後も話し相手になってくれたり。エスコと仲良くなるにつれ、他の子にも心を開くようになって、2ヶ月も経てばすっかりクラスにも馴染むことができました。そのクラスには、エフミという可愛い女の子がいました。女の私から見ても、エフミは小さくて守りたくなるような可愛さがありました。席替えで偶然同じ班になったきっかけで、エフミともいろいろ話すようになりました。エフミも私と同じで母子家庭だということが分かり、親近感も覚えました。まあ、エフミの場合は死に別れではなく、離婚が原因だったようです。彼女も私と同じような境遇だと知り、もっと仲良くなりたいなと思いました。ただし、それは初めて彼女の家に遊びに行くまでの短い期間でしたが。ある日、私はエフミの家に行くことになりました。理由は覚えていません。昔の話だからというのもあります。それよりも、彼女の家で見た光景があまりにも強烈すぎて、細かいことがあやふやになっているのだと思います。そこにはエスコもいました。エスコはエフミのことがあまり好きではなかったようで、私がエフミと仲良くしていたことも気に入らなかったようです。それなのに、エスコがついてきた理由もやっぱり思い出せません。とりあえず、私とエスコはエフミの家を訪ねたのです。エフミの家は古い平屋で、木造の壁は反り返っていて、一軒家ですが庭はなく、隣の家との隙間はわずかに空いているだけ。正直古臭いと感じましたが、私の祖母の家も年季が入っていますし、母子家庭で生活が苦しいのはしょうがないでしょう。エフミが玄関で出迎えてくれました。家の中に上がると、奥の部屋から綺麗なおばさんが出てきて、私とエスコに深々とお辞儀をしました。洗濯物を取り込んでいる最中だったようで、手にはタオルや下着をぶら下げていました。おばさんはどことなく嬉しそうな表情をしていました。その理由は、エフミが家に友達を連れてくるのが少ないからだと思います。あんまり家に人を呼ばないとエフミ自身も言っていましたから。エフミの部屋に入ると私は驚きました。正直なところ、こんな古臭い家なのだから、エフミの部屋もボロボロで女の子らしくない殺風景の部屋を想像していました。エフミはすごく可愛い子だと話しましたが、その分おしゃれには気を使っているようで、明るい色のベッドや棚の上にはぬいぐるみが並んでいるなど、予想以上に女の子らしい部屋でした。たった一点を除いては。部屋の隅に男が立ってこっちを見ていたのです。いや、正確には男のマネキンです。その姿は今でもしっかりと目に焼き付いています。マネキンなので当然ですが顔はきれいに整っています。それだけに正気のない視線でまっすぐにこちらを見ていることに不気味さを感じました。マネキンは両手を曲げ W のような形で腕を横に広げていました。そして真っ赤なトレーナーを着て帽子をかぶっていました。さっきのおばさんが身につけていた服よりも随分と高そうに感じます。私とエスコは呆然としていましたが、エフミは気にかける様子もなく、マネキンに近寄って帽子の角度を整えていました。その自然な行動に私は鳥肌が立ちました。かっこいいでしょ？エフミが言いました。感情のこもっていない口調でした。
喜怒哀楽のどれにも当てはまらないその言い方に恐怖さえ感じました。いらっしゃい。よく来てくれたわね。と言いながら、おばさんがケーキと紅茶を持って部屋に入ってきました。不穏な空気から解放された気がしました。エスコがおばさんからお皿を受け取り、テーブルの上に並べます。私も手伝おうと手を差し出したのですが、ケーキと紅茶は全部で4人分あることに気づきました。あれ、おばさんも食べるのかな？そんなことを考えていると、おばさんはニコニコと笑いながら、ケーキと紅茶をエフミの机の上に置きました。そこはマネキンのすぐそばでした。エフミはじっとマネキンを見つめていました。私からは彼女の髪の毛しか見えません。すると突然、こちらを振り向いて何事もなくケーキを食べ出しました。とんでもない場所に来てしまった。私は思いました。この家族はあれを人間と同じように扱っているようです。高価な服を着せたり、ケーキを差し出したり、でも二人ともあれに話しかけたりはしません。あれを一体何だと思っているのでしょう。もし人間と思い込んでいるのなら、私たちに紹介してくれそうなものです。なんだか中途半端な感じが、余計に私を不快にさせます。服の下は汗でびっしょりでした。この家はおかしい。私はその思いを必死に振り切ろうと何か話題になるものを探しました。部屋の隅に鳥かごがありました。意識をマネキンから遠ざけよう。いつも通りの会話をすれば安心できるような気がしました。鳥、飼ってるの？いなくなっちゃった。そうなんだ。うん。いらなくなったから。いらなくなった。変な言い回しが気味悪い。飼っていた鳥に対して何の愛情も感じていない言い方。もう帰りたい。この家はやばい。これ以上いたら私までおかしくなってしまう。その時、トイレ借りるね。エスコが立ち上がりました。廊下の向こう、外出てすぐ。とエフミが答えると、エスコはそそくさと部屋を出て行きました。自分だけ逃げて、と私はちょっとだけエスコに対して怒りを感じました。もう何を話してもエフミとは意思疎通はできない。きっと変な答えしか返ってこない。私はずっと下を向いていました。ほんの数分ですが、体感的にはとても長い時間が過ぎたように感じます。パタパタと廊下を走る音が聞こえました。エスミが部屋に戻ると、ごめんね、もう帰ろう、と私に言いました。エスコの顔は真っ青でした。決してエフミの方は見ようとはせず、私の顔を見つめていました。そう、お帰りなさい。と、エフミは言います。ずれた言葉に、私は悲鳴を上げそうになりました。エスコが私の手を引っ張って外に連れ出そうとします。私は、形式上でもおばさんに帰ることを一言告げようと思っていました。顔を合わせるほどの勇気はありませんでしたが、エフミの部屋の向こうにある襖が少しだけ開いていたので、すいません、失礼します、と声を出しました。その瞬間、手が伸びてきて、ピシャリン、と勢いよく襖が閉じられました。私たちは逃げ出すようにエフミの家を出ました。夢中で走り続けました。エスコは少しでも離れたいというかのように、一言も喋らず全速力で走り続けます。ようやく安心できると思える場所に着くと、私たちは立ち止まり、息を整えます。もうエフミと付き合うのはやめて、とエスコが言いました。あの家はやばい。エフミもやばい。でも、もっとおかしいのはおばさん。あれは完全に、と続けます。
エスコはトイレに行った時のことを話し始めました。エスコが部屋を出た時、隣の襖が開いていました。エスコは通り過ぎる時に何気なく部屋の中を見てしまったそうです。そこには、マネキンの腕が5、6本転がっていました。そのすぐそばで、座布団に座ったおばさんが、マネキンの腕を狂ったように舐めていたのです。エスコは恐怖に震えながら用を済ませ、帰りにまたその部屋の前を通りました。ちらっと目を向けると、こちらをじっと見つめるおばさんと目が合いました。感情のない、まるでマネキンのような目。マネキンの腕があった場所には、洗濯物が積まれていました。マネキンは？エスコはつい口を滑らしてしまいました。おばさんは何も言わずに黙ってにっこりと微笑みました。その直後、彼女は急いでエフミの部屋に来て私を連れ出そうとしたのです。その日の出来事があまりにも恐ろしくて、私はエフミとは必要以上に喋らなくなりました。この話をみんなに言おうか迷ったのですがやめました。おそらく誰も信じないと思います。エフミと親しい子にそれとなく話を聞いてみたのですが、エフミの家でおかしなものを見たことはないと言っていたからです。あれから十数年が経った今なら冷静に振り返ることができます。一体あれは何だったのか今でもわかりません。もしあの家族がマネキンのことを隠していたかったのなら、どうして仲の良かった私だけじゃなくエスコにも見せたのか。どんなに考えても納得のいく答えが思い浮かびません。今思うと腕を W の形にしているマネキンを見たことがありません。それでは服が着せられませんから。しかしあの赤いトレーナーはマネキンの体にぴったりと合っていました。まるで自分自身で着たかのように。これが私の体験談のすべてです。マネキン。はい、ゾウも。ゾウと申します。人形にまつわる怖い話、その2をご視聴いただきましてありがとうございます。僕の中でこの怖い話のトップ10に入るんじゃないかっていう、今回お話しさせていただきましたこのマネキンっていう話なんですけども、こういう人間の不気味さと怪奇現象がセットになって襲ってくるって話が僕大好きでして、このマネキンにもしかしたら関連づくような続きなんじゃないかって話を結構見つけてきましたので、今後順次読まさせていただければと考えております。人間の形をしてるけども無機質ってのが不気味な要素なんじゃないかなと思ってるのと同時に、多分探偵ナイトスクープのせいでマネキンが僕怖いんじゃないかなとも思ってまして、結構有名な依頼なんですけど、昔一目見たマネキンが忘れられなくて探しています、一緒に探してくださいみたいな依頼なんですけど、マネキン工場に行って何百体とあるマネキンから一瞬で探していたマネキンを見つけるっていう話があって、見た人はわかると思うんですけども、それがめっちゃ不気味なんですよね。そのせいで多分マネキンが怖いんじゃないかなと。多分関西在住の人で僕と一緒の感情を持ってる人は多いんじゃないかなというふうにも考えています。どんどん人形にまつわる話もお話ししていければと思いますので、よろしければお付き合いください。それでは人形にまつわる怖い話その3でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。